大年期名探出撃。理想を追求して作り上げた超汎用型試作ヒューマノイドメイファン。関東一円に次元の歪みが大量に発生した。その知らせを受け、原因は1ヶ月前の東京上空の境界溶融現象だと博士が察した。ファ・ミンファン博士は他の事件に加担した不始末に道義的な責任を感じ、メイファンと共に来日した。元を正せば、この件は博士と私の責任です。他の方に迷惑をかけず、私たちだけで解決しましょう。関東大崩壊まであと7日。責任感じてわざわざ中国から来るなんて、私にはないかな。いやすごいすごい、感心感心だ。将来、天使将来、天使の盾となる封印の断りを切り解け。やっぱ夏はアイスだ。じゃあ遊ぼうか。バイバイエンジェル。ファイト。ございます。影楼のように揺らめいている
怪な現象です。どうやら関東の各地で同様の現象が確認されているという情報も寄せられています。今のは一体、ご覧ください、カゲロウのような揺らめきが収まりました。今の感じ、1ヶ月前と。失礼いたしました。とりあえずスタジオにお返しいたします。関東大崩壊まであと6日。さあさあみんな集まれ、今から楽しい楽しいドロシーと愉快な仲間たちのマジックショーが始まるよ。あら、あの子ラスベガスで有名な天才魔術師のドロシー。メイファ、せっかくだし見ていきましょう。博士、そんな場合ではありません。私たちがここへ来た目的をお忘れですか？すっかり夢中ですね。こんなに多くの人が集まってくれたんだし、誰かに手伝ってもらっちゃおうかな。じゃあそこの中国のお姉さん、どうかな。将来、天使将来。僕の魔術、天使の魔術、変幻自在のアルカナマジック。任せときなって。高いのは苦手なんだから。と、お待たせしました。ファイ、ありがとうございます、博士。手品の手伝いは私には無理です。これで分かっていただけたと思いますが、それで博士、もう気は済みましたか？すごいや、これが中国の手品なんですね。やっぱり、もっといろいろ勉強しなきゃ。ラスベガスだけにこだわってちゃダメだね。そうよ、うちのメイファはすごいのよ。手品のことなんて何も教えてないけど、これくらいは朝飯前。博士、ですから手品に相当する行為は何もしていません。自慢も結構ですが、そろそろ本来の目的に戻りましょう。関東大崩壊まであと5日。中国のおもちゃはよく働くね。もっといっぱい作っちゃう。
天気将来、天使将来。血の契約に従え、いにしえの義務を果たせ。早く帰れば、血の雨が降るよ。関東大崩壊まであと4日。A new anger is open. レイファン博士が作り出した精霊工学の結晶、レイファンさんですね。すごい本物だ。あの触ってもいいですか？天気将来、天使将来。天将像、地将像、内下将像、六根将像。ねえねえ、私と軽く勝負しない？お姉ちゃん、邪魔をしないで。無理するんじゃないよ、ナズナ。
行動を取るなら排除しますが、接触だけでしたら問題はありません。どうぞご自由にお触りください。関東大崩壊まであと3日。外見および口語の特徴からキャサリン京橋と推測します。間違いないでしょうか。せや、うちがキャサリン京橋やで。キャッシーでもキャスでもええよ。よろしゅうな、メイファン。あら、日本でキャッシーに会うなんて思ってもみなかったけど、元気そうね。聞いたわよ、すごいの作ったんでしょう。あと仕事を兼ねてない。うちと勝負してくれへん？拒否権とか空気読まへんこと言わんといてな。ほな行くで。将来、天使将来。プレー、プレー、精霊ファン、うちのために頑張ったって。淀川、スタンバイ。ゴゴゴゴゴ、行くで、淀川。ありがとうございます、博士。敵破損甚大、戦闘行動不能と判断。現在をもって戦闘行動終了。警戒態勢に移行します。じゃないってことよね。ところで、趣味と実益と仕事って何？ああ、それな。いや、うちの淀川の戦闘行動時の試験は趣味と実益。あとな、米国精霊庁かな。トロコを縛いた中国人二人組をしばき返せっちゅうてな。自分のやろ。これが仕事やな。宮使いはしんどいな。博士、話の腰を折るようで恐縮ですが、そろそろ本来の目的に戻りましょう。あまり寄り道をする余裕はありません。私の希望を満たすマテリアルに忘れたね。
歪みが近いのに期待外れですね。こちらで何を？ここは立ち入りに許可が必要なはずですけれど。お構いなく、もう用は済みましたから。あなたにお気をつけます。現場の兵道です。ただいま江戸川地下巨大放水路、通称地下神殿に来ています。この地下約50メートルの広大な空間に、最近各地で多発している現象に酷似した現象が発生しているとの情報を。今のはまた、はい、避難？すいません、スタジオにお返しいたします。避難って何なんですか、ディレクター？それと私、これじゃレポーターじゃないですか。関東大崩壊まであと2日。待ってたぞ。お前のことは嫌いだけど、素直に謝れば子分にしてやってもいいぞ。強大なエーテル体を確認。物質体密度 0%。 完全なエーテル体、正真正銘の工事の存在と認識。こら、無視するな、バカ。私がバカみたいだろ。ああもう、お前なんか死刑だ。メイファン、分析はもういいわよ。精霊化しちゃった女の子が襲ってくるから、容赦なく自己防衛、問答無用で迎撃。天気将来、天使将来。神でも天使でも悪魔でも、私に逆らったら死刑。いた。
時の存在、高速で移動中、予測軌道上に大規模な次元の歪みを検出。博士、追跡しましょう。関東大崩壊まであと1日。大きな命の輝きに詰まっている無限の可能性を秘めたマテリアルかどうか、せっかくですから見せていただきましょう。あ、カメラさん、あれを。今、何か光が上に、縦光から外へ。確か同じようなもの、1ヶ月前に新宿のお城で。ディレクター、外へ急ぎましょう。この地域で最も精霊界に近い時空、霊峰富士の上空ならではと言えるかな。この展開、全く予測できなかったってわけじゃないけど、やっぱびっくり。ミルドレッド、お久しぶり。久しいね、ファミンファン博士、そしてメイファン。私は光のアルカナ、ミルドレッド、アンジェリア・アバロンの守護聖霊。今の私ならここを中心に境界溶融現象を引き起こすぐらいの造作なら、姉さんが望むだろう。ミルド偉い、よくやった。精霊界、ドクドクエーテルが流れてるぞ。お姉ちゃん大満足。原始の世界ってるのが見たいんだ。物質界と精霊界が一つになる世界だな。このエーテル濃度では博士の体が危険です。迅速に対処を行います。あなたたちを止め、魔法陣を消します。ふん、私アンジェリアと妹ミルドレッド、最強仲良し姉妹の邪魔をするお前は死刑だ。以上。天気将来、天気将来。神でも天使でも悪魔でも、私に逆らったら死刑。以上。私たち仲良し姉妹の強さ、見せびらかしてやるぞ。分かったよ、レイカ。スタンバイエンジン、ファイト。素晴らしい。
これほどの生命力、ゾクゾクするわ。ああ、見えますか？富士山上空に謎の光の模様が。あなたは先ほど。いかな魔石もかなわない極上の魔法。こんなところで出会えるなんて。その命、欲しい。消えた？あ、謎の光が上空に飛んでいきます。あれは、今の人？戦闘終了。博士、ここは危険です。急いで退避しましょう。先ほどの戦い、拝見いたしました。ほとばしる生命の波動を感じます。ついに最高のマテリアルを見つけました。これだけエーテルが満ちたかな。それにあなたと出会えた今かも。この体を維持する必要もありません。私の名はパラセルシア。元素を操る生命の司、精霊の錬金術師、命の相手とも呼ばれています。人が作るし、新たな生命。なんて興味深い。その命、この私に捧げていただきましょう。博士は私に与えてくださったこの体、この心、この命、あなたに捧げるためのものではありません。ならば、生命の輝きで運命に打ち勝って、私を退けてごらんなさい。あなたの命、奇跡を願う。天気将来、天使将来。四の元素を生きると返し、帰り来たるは命の飛躍。楽しくなってきました。さあ、あなたの生きる力を見せてごらん。ファイト！ヤクザバイト！ヤクザバイト！天使ヤクザバイト！ヤクザバイト！天使ヤクザバイト！精霊降壇！ヤクザバイト！私は消える？
対象エーテル体、感知領域から消失。博士、どうやら敵は逃げたようです。私たちも急いでこの場から退避しましょう。命の精霊ね、興味は尽きないけど今はそれどころじゃないのよね。メイさん、次元の歪みを片付けるわよ。ああ、お茶の間の皆様、見えますか？たった今、あの上空の謎の模様から雷のような閃光が何度も放たれて。富士山上空は快晴です。はい、それではそのスタジオにお返しします。数日後、日本風にアレンジされた中華料理ってなかなか美味しいわね。料理を愛する心は万国共通。よし、博士、ご希望の観光スケジュールはかなり厳しいです。次に行きましょう。ここが都立美園女学園。メーガンがここに制服を着て通っていたなんて、貴重な青春の1ページね。身分を偽るための擬態です。確かに貴重な体験でした。しかし、博士、時間が押しています。おお、これは立派な精霊堂ね。今度軍から研究費を引き出したら、私もランゴを祀る祠でも建てようかしら。それはとても良い行いだと思います。費用の捻出以外でしたら協力します。では次に行きましょう。船、帆船、海、潮風、内陸の研究所に詰めてる身としては、船と海にはロマンを感じちゃうわね。博士、海と船とロマンでは航空機の離陸時間は変えられません。予定より遅れています。急ぎましょう。自分らフラフラしすぎやで。めっちゃ探してもうたやん。あら、ごめんね、キャッシー。せっかく日本に来たから観光してから中国に帰ろうと思っちゃったのよ。博士、キラが来ました。ミンファン、メイファン、今日の飛行機で帰るんだろ。せっかくだから見送りでもしてやろうと思って。なんや、キラも来たんか。見送りはうち一人で十分やで。あ、貴様に見送られるとミーファンとメイファンにバカが映るだろう。見送りは私に任せてさっさと帰れ。ああ、もう、はいはい、喧嘩しないの。二人が見送りに来てくれて、私もメーガンも嬉しいんだから。あ、いいもの発見。メーガン、キャシーとキラを引っ張ってきて。おい、なんだこれは。狭いぞ。こら、キャシー、くっつくんじゃない。暑苦しい。キラ、知らへんのか。これはプリンチョクラブいうてな、ちっこいシールになる写真を撮る機械や。さあ、記念写真でも撮りましょう。せっかくみんなで集まったんだし。ほら、笑って笑って。メイさんも努力します。